大竹進氏好評録火曜日に格週で登場政治学者の中島たけしさんです今日はリモートでご出演ですよろしくお願いいたします。はい、テーマが内閣改造清和会時代の終焉、はい、保守本流の逆襲だそはいはい、はい、あのー。うん 先日ですね、うん、8月の10日だったと思いますけれども、はい、えと内閣改造というのがあって、まあ、そしてそれが発表されましたあまりこうパッとしないということで支持率も上がらず、うん、むしろちょっと岸田内閣の支持率は下がってきている、まあ、そんなことなんですけれども、はいうん、ですから、まあまりこう注目をされなかった内閣改造なんじゃないかと思うんですがしかし私はですね、うん、歴史をずっと後からですねこう、まあ、見た時にですね <laughs> あのこの改造っていうの非常に大きかったっていうことになるんじゃないかなと思うんですね。うん、で、どういうことかというと、うん、それがあの先ほど小島さんに言っていただいたですね。うん、私は清和会の時代っていうのが終わったっていうですね。うん、ま、そういう改造になるんじゃないのかと思うんです。はいうん、で、清和会って何かっていうとまあ。阿部派。 と言われたですね安倍さんが中心にいる自民党の派閥で最,大最大派閥ですよねそうなんですよね、うんうん、ただですね戦後長い日本の歴史の中では保守傍流と言われてきた派閥だったんですね、うんうん、根本に本のところには安倍さんのおじいちゃんの、えー、岸信介っていう人がいてその後ですね福田赳夫さんっていう人が1970年代に作ったのがこの清和会というグループだったんですが、はいうん あの日本の戦後政治っていうのはやはりですね保守本流と呼ばれたこれ高知会という派閥それからもう一つ竹下派とか田中派という,ふうに言われた慶政会という派閥ですねここがですね2つがタッグを組んでそして政治をやっていくっていうのが保守本流の政治というふうに言われてきたんですねそしてこの清和会は保守傍流と言われて長らく外されてきたあの長らく福田武雄さんしか首相になれなかったんですよ で、それがですね、<う>この20年、実は清和会の時代っていうのに、逆転していたんですね。うんうん、あの、森喜朗さんから始まりですね。小泉純一郎さん、そして、第一次安倍内閣。うん、さらに、あの、福田康夫さんですね。うんうん でまあ麻生さんは別なんですけれども、うん、またあの民主党政権を経て長期の安倍内閣っていう形でですね、はいうん、この小泉安倍というですね、うん、流れがずっとこの20年続いてきた清和会の黄金時代っていうのが続いてきたんですね、はい、で今あの岸田さんが総理大臣です、うん、で岸田さんは高知会の人でこれはすごい久しぶり、うん になったんですね、はい、しかし安倍さんの力が強かったので、うん、なかなかこう岸田さんもですね自分たちの色を出せないっていう、うん、そういうような、まあ、ことが続いてきたんですけれども、うんうん、安倍さんがお亡くなりになりそして清和会はですねその後統一教会問題っていうのでですね、はい、まあ今、火だるま状態なわけです。次、はい、次から次にですねあの 協教会との深い関係を持っていたという議員さんが出てくるということで清和、うん、会は今、中心人物を失った上まとまりを欠いているという、うん、そういう状況なわけですね。うんうん、で、そこでですね今回の内閣改造が行われた、うん、で私が注目をしたいのはですね文部科学大臣なんですね、うん、で実はですねこ,うこの10年あるいはもう少し長い間ですねこの文部科学省はほとんど安倍派が牛耳ってきたんですね。はい 教育の問題っていうところにですね、まあ、右派的なイデオロギーを持った人たちっていうのが非常に強い形でこう関わってきたっていう、うんはい、そういう政治が続いてきましただから大臣はほとんど安倍派がずっと出してきたですね、うん、1>, 1年間だけ林さんという人別の派閥の人が出たんですがそれがずっと安倍派だったんですね。うん で今回はですねあの末松さんという安倍派の人から長岡さんという麻生派の人に変わりました、うんはい、で副大臣も一人は安倍派の人なんですけどもう一人はやはり麻生派の人が入ったんですね。はい でこれはですね、すごく大きな変化なんだと思います、うん、つまりこれまでずっと文部科学省を牛耳っていた安倍派の人たちが退き、そして麻生派の人たちが入ってきた、はい、麻生派っていうのは、ですねこれもややこしいんですけれども、うん、高知会っていうのが今、3つに分断されて分かれちゃってるんですね、うんうん、岸田さん中心のところ、それから麻生さん中心のところ、はい、もう一つ谷垣グループっていう3つに分かれてるんですけれども、もともとは同じ一つのグループなので、兄弟分なんですけれども、うん ここにこう麻生派が入っていったということで、うん、文部科学省の在り方が今大きく変わろうとしているんだと思うんです。うん、でこのようにですね長らくこう安倍派が牛耳っていったところっていうのを麻生さんが手を入れていってるっていうのが現状なんだと思うんですね。これれははやはり長い年年ののの間20年間の間こう清和会時代が続ててきたものそれを終わらせて、うん でそしてあの公地会3つにばれてるんですけれども、うん、これあの1つにまとめてですね大宏地会の時代っていうのを作っていこうとする1つの大きな流れがあるんじゃないか、うん、ですからまあ、自民党の権力構造というかレジウム、うん、体制が大きく変わったっていう、うん、そういうあのシンボルになるようなそういう改造だったんじゃないかなというのが私が改造を見ていて思ったことでした。ああのそんな中であれででれすよねでも、まあ 安倍派も4人ぐらいは確か入ってるんですよね。ただ、重要なこの文部科学省のようなところを失っているんです。しかもです、ね、安倍派の中でもです、ね、安倍派というのはまたややこしくてですね、うん 安倍さん系列と福田さん系列という対立があるんですね。なるほどで派閥の中でもずっとライバルがいて、うん、えと岸田さんはあのうまくですねこの対立を利用して安倍派を分断しようとしてきたんだと思うんですけれども安倍派がバラバラになってですね、うん、今回もう一つ注目すべきなのは。うん、あの 福田武夫さんから見るとお孫さんにあたる福田達夫さんというですね、はいえー、彼があの外れたことなんですね、はいうん、で今の安倍さんの,あの下にいた下村さんとかですね西村さんとか萩生田さんとかはですね、はい、安倍派の人たち、安倍さんについていった人なんですけれども、この福田達夫さんが強くなると、ですね自分たちの立場がなくなるわけなんですね。うんうん ですから多分彼らはですねどういうことを岸田さんに最後懇願したのかというとやはり福田さんを外してくれっていうことだったんだと思うんですうん、うん、でそれが叶えられたっていうことで多分満足をしているんだと思うんですがしかし挙手的に見るとですね安倍派の勢力っていうのは内閣の中から非常に落ちたっていう風うに 見えると思いますあの中島さんさっき文科省の,その文科大臣ですけれども、政治家会系の大臣から今回、長岡さんに代わってそのまあ麻生派の人に代わって、これ、非常に大きな変化だとおっしゃいましたけれども、もうちょっと具体的に言うと、それはどういう変化でしょうか。 どういう,こう政策上に現れるのかっていうのはこれから少し見ていかないといけないと思うんですけれども、はい、やはり一種こうべったりとくっついてですね利権化してきたものっていうのもあるわけなんですよね。うん、でそういったものがですねまあ安倍派の案件としてですね、うん こう棚上げにされるものっていうのも出てくると思うんですね。はい、あるいは注文がついていくものっていうのもたくさんあると思うんですそれは文部科学省のその行政の中で政策の中でってことですか。あのまあ教育基本法とかねあのまあを変えるとか、はい、まあ安倍さんは割とその教育に関わる形で、うん、まあ教育ってその国家のベースを作るものでもありますから、はいろいろ。 まあ政策を打ち出してきたこともあると思うんですけれど、うん、そこから大きく路線が変わるとしたらどういう方向に変わるんでしょうねこの教育に関してそうですねまだねこう大胆に一気に変わるというわけではないんだろうと思うんですけれども、うんえー、しかし、こうべったりと業界とくっついてですね議員さんたちがさまざまな動きをしてきたところがちょっとずつその人が変わっていくんですよね、うん、引き剥がされていくでこれはやっぱりあの変化につながっていくのはつながっていくと思います。 ただ、ですね、うん、全体的に見たときにどこの力が強くなるかというと圧倒的に財務省の力が強くなるんですね、うん、今度。というのは麻生さんは財務省とべったり。 でしたしたそして、さ、あのー、まざ、あ、まな形でですね現在も麻生さんの、まあ、ご親戚の方が、うんえー、財務大臣をされているということで、うん、やはりあの文部科学省に対する財務省のさまざまな介入というのは非常にあの強くなると思います。でやはり財務省の力っていうものは何によって成り立っているかというと予算なんですよね。うんうん お金をつけるっていうことによって権力を持っているっていうのが財務省で、うんうん、だからですね財務省はいわゆる財政出動っていうのはあんまりやりたがらないんですね。どん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 お金出しますよ不況なので、うん、皆さん大変ですからお金出しますよってやりたがらないんです、うんうん、なぜかというと渋れば渋るほど自分たちの権力が大きくなるからなんですね。うんうん 出してくださいよ頼みますよ、財務省っていうふうに、うん、こうみんながですね、うん、頭を下げてくると財務省は一番力、うん、権力を発揮できるわけですね。うん、ですから今度、この財務省の力が大きくなるっていうことは、うん、国民生活にとってですねどういう方向を持つのかっていうことも同時にに考えないといけないっていうふうに思いいいとけう思ます、はいえー、それ以外ではいかがですか例えばあ安倍さんは、まあ、悲願であった憲法改正とかっていうのがね、はい こう悲願であったって聞いてますけども、はい、この辺はどういうふうにど何か変わっていくんですかそれともこれは踏襲するんですか、はい 私はあの憲法改正っていうのはこれまでよりも一歩後退していると思います。っていうのはなかなかやっぱりあの岸田さんは自分自身のモチベーションとしてなんとか憲法改正したいというタイプの政治家ではないですねで。やはり憲法改正を非常に強く望んでいるのは安倍派の人たちでこの安倍派の人たちに気を遣わないといけないというそういう状況が生まれた時この問題は動くんだと思いますけれども今安倍派が非常に弱っている状態ですので救条をこう 無理にです、ね、動かす、うんえー、特に世論の反発を受けやすい問題について突っ込んでいくということは現状ではしないんじゃないかなというふうに思います。うんうん うん、その財務省の影響力が強まるってのはおそらくいろんなあの分野においてだと思うんですけれどもそれでいうとその、まあ、具体的な政策でその中島さんがご覧になる財務省の意向というか力が、はい、あまあ大きくまあ及ぶであろう岸田内閣の岸田政治の命題みたいなものっていうのは、はい、つまり安倍政治における憲法改正に取って代わるようなものって何だと思いますか、うん、私は、ね、消費税、増税っていうのをやりたいんだと思いますね。 うでやはりこう財源が足りない、足りないと今回、改造をやってです,、ね、すぐに財務省が出したのは、うん、これだけ大きな借金がありますよっていう話を同時に、うん、あの出しているんですね、うん、ですからこれを、まあ、いわゆるプライマリーバランスなんていう言い方をしたりしますけれども日本は借金が多いからこれをなんとかです、ね、埋めていかないといけないっていう、まあ、緊縮財政っていうのをこう、うん、財務省はやりたがる 前から財務省はそこを、ねはい、やろうとしてましたよね、なかなかできなかったんだけどただ、今この状態になって増税とかその金融引き締め政策とかっていうのがもうできる状態にあるのかなって。ねうんうん 思うんですけどね、えー、ですから安倍内閣の時2度にわたってですね消費税の増税をやっているんですねでこれも経済が必ずしもいい場合いい状況ではなくてですね非常にこうデフレが続いていると見られている中でですねこの2回の消費税増税をやりそして案の定データを見ると日本経済がガタッと。 とこうこうの消費税増税増によってて落ちているんですすねでねで今インフレが起きてるわけで,す、ねはい、でこんな中で消費税増税するとそれはみんな消費の、うん、つまり財布の紐が硬くなっていきよりですね、うん、お金が回らなくなっていくという状況になっていくと思うんですけれども、うん、しかし繰り返しになっちゃうんですけど財務省っていうのは。 お金を出し縛ることによって権力を最大化させるっていう、うん、そういう象徴ですので、うんうん、どうしても財源をたくさん持ち、そしてあまり使わないようにするということで力を持たせたい。うんまあ、そんな意向が私には見えてくる感じですね。うん、そうそうそうなってくると、まあそその遠くない時に消費消費税増税みたいなのは。 中から新しい内閣から出てくるっていうことになっちゃうの、うそうですね、うん、ですからあの、しかも3年間、選挙をやらないのであればです、ね、うん、衆議解散しなければ、うん、選挙ないんですよね、なるほどかなり自由にやれるっていうふうに思ってると思います。うん えー、今日は内閣改造清、うん、和会時代の終焉保守本流の逆襲というテーマでお話しいただきました大竹紳士公有録中島武さんでしたありがとうございました、うん、ありがとうございました明日水曜日は北郎さんのご登場です、うん <laughs>